こんばんはこんばんは今ちょっとテロップをね打ってますみなさんこんばんは こんばんは。ハッピーバレンタイン。s スケーフォーティーエイト十二期研究生、愛知県出身、中学一年生、十三歳の。ミヤビームこと長谷川雅美です。よろしくお願いします。ニューハッピーバレンタイン。 今日はいよいよバレンタインデーの日。ですね。今日は学校でお友達にチョコをあげてきました。こっそり。そり <laughs> お友達喜んでくれて何よりでした。みやびちゃんのバレンタインカード申し込んだよ。ありがとうございます。 ぜひ楽しみにしていてくださいピンクチョコありがとうございますチョコロリポップクッキーありがとうございますお友達にチョコいいね夫婦でしょ <laughs> でしょみやびちゃんの同級生に同級生で友達になりたかった人生だった <laughs> でももうここにいる皆さんはもう友達ですから みやびちゃんの「チョコ欲しい」欲しい <laughs> 欲しいですかじゃあちょっとチョコビームをしちゃいましょうじゃあいきますよチョコビームキラ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 ーじゃーん <laughs> じゃーんプレゼントですかわいいかわいい缶 ほら見てくださいちょっと反射してます <laughs> いや <laughs> もしかして手作りでしょうかちょっとこれは買いチョコですね買ったチョコです家にあるのを持ってきました <laughs> <laughs> じゃーんこの赤色の葉っぱの葉っぱ型の缶に入ってますおしゃれな入れ物だね そうですよねとってもおしゃれ葉っぱ型でおしゃれハートありがとうございますじゃあちょっとこれを開けるとあれあパッカーンわー美味しそうとっても美味しそうなチョコが入ってますかわいい見てくださいいっぱい入ってるかわいい こんな感じでこのなんか巾着みたいなやつの中に入ってるチョコですこれは名古屋で買ってきましたじゃあこれをみなさんにあげちゃいます一個ずつじゃあこの中で 色私がちょっとチョイスしますね赤とあとピンクと紫でブラウンとあとオレンジのこの5色のチョコレートがあるんですけどじゃあちょっとどれにしようかなってちょっと決めますね。 でしょ。じゃあちょっと行きますどれにしようかな天の神様の言う通りはいピンク <laughs> ピンクですなんかこの先はよく知らないのでピンクです <laughs> ピンクじゃあ皆さんにピンクの チョコレートをあげちゃいますどうぞあ <laughs> すみませんどうぞどうぞはいピンクのチョコレート受け取っていただけましたかピンク私の好きな色ですピンクはいちごだったっけ どうだったっけそんな感じがしますあ、皆さん食べてますねおい <laughs> しいおいしいおいしいよかった食べたらビーム飛んできそう <laughs> 飛んできませんもうだってさっきチョコビーム打ったもん <laughs> ま、チョコロリポップありがとうございますま、ピンク水色白サイリウムありがとうございます いちご味がする本当ですか美味しいあーよかった押すなよ俺のだっつーの <laughs> みんなのですよ <laughs> みんなのです皆さんが喜んでくれてよかったですじゃあちょっとこの残りは私がいただきます <laughs> ちょっとね一人じゃ一人じゃっていうか 1>, 1日では食べきれないのでちょっとしまっておきますねはいこれは私のダメ <laughs> ちょっと食べようと思います <laughs> 劇場でミヤビーム食らってしまいましたそうなんです劇場でミヤビーム売ってました嬉しかったです じゃあじゃんけんで決めよう。だめ。これは全部私の。だめ。だ <laughs> め。だめです。私のです。<laughs> チョコが欲しい人、チケプラで申し込んでください。<laughs> チケプラにありませんからね。チョコ。チョコ欲しい人用チケットみたいなありませんからね。<laughs> えー、そこをなんとかだめだってもうピンクのやつあげたでしょこれだめだめみやびがっきゅうちゃんの言う通り <laughs> 食べすぎると鼻血出ちゃうからくれこれは1日ずつ私が1個ずつ食べるので鼻血出ません <laughs> 昨日は素敵な絵もありがとうございました <laughs> このスケッチブックの中にちゃんとありますよ素敵な絵が <laughs> 昨日はパンダとかアポロとかコアラのマッチの絵を描いたんですよねこんな感じでじゃーんこんな感じで描いたんですけど 友達にはチョコ渡した渡せました友達喜んでてめちゃくちゃ嬉しかったです。一つみんなで分けたら1ペロで終わっちゃったよ。いいの <laughs> よくないか <laughs>。こんな感じで昨日はアポロとかキットカットとかちょっとスペル間違えちゃったけど。 パンダとかコアラのマーチを描きましたえー、うまい <laughs> ありがとうございます <laughs> チョコがちょこっとだったしょうがないな、もうそこまで言うならもう一個あげちゃうよう <laughs> んじゃあ次も どれにしようかなで決めます今度は、まあ、一応どれにしようかななんですけどこうやって一個ずつこうやって指さして決めるんじゃなくて目,目を隠して決めますこうやってなのでちょっとシャッフルして私今目つぶってるのでこれで選んでいきますじゃあいきますよ 気を取り直して <laughs> 気を取り直してもう一回回してシャッフルしてよしじゃあいきますよじゃあこれあオレンジオレンジのチョコですオレンジのチョコですオレンジは s k カラーですね オレンジ。はい、じゃあオレンジのやつもどうぞ。はい。はい。美味しかったですか？<laughs> オレンジのチョコはまあわかんないですね。わ <laughs> かんないですね。わ <laughs> かんないですね。<laughs> オレンジ、オレンジ味かな。味は皆さんのご想像にお任せいたします。美味しいですか。よし、独り占め。<laughs> 今度は独り占めできました。<laughs> オレンジの味がする。あ、本当ですか。オレンジの味。オレンジ美味しいですよね。ピンク、水色、白、サイリウム、ありがとうございます。 ンク水色白私のサイリウムからオレンジの色のやつも美味しかったですかオレンジの皮の砂糖漬けのチョコってあるよありますよねなんかオランジェみたいな <laughs> オランジェみたいな私すごい好きなんですあのオレンジのチョコのやつ <laughs> すごい好きで 家にあったら必ず食べます。ポニーテール可愛い,い。ありがとう。ありがとうございます。今日はそうです。一つ結びポニーテールです。学校にしてってますいつも。職場でチョコをいただいてしまいました。<laughs> スケッチブック落としちゃった。<laughs> まあ、まあね、まあね、もらうことありますよね。うん。<laughs> ありありますもんね。まあ、でも、ミヤビームは、二つもあげたのでチョコ。<laughs> 今日の前髪何点ぐらい?。今日の前髪はですね。うん。七十一点。<laughs> 結構現実的な数字を言ってしまった <laughs>。 今日も前髪最高に可愛いですありがとうございますでも最近ちょっと前髪が長くなってきたんですよね昨日も言ったっけわかんない忘れちゃったじゃあそろそろ切ろうかなって思います待ってよ冷静に考えたら結局みやびちゃんが全部食べるんじゃんええー えー、そりゃ食べますけど <laughs> そりゃ食べますけど <laughs> 食べますよほらだって <laughs> 食べちゃうもんねー <laughs> 切りすぎておんまようになりませんよう、ね、にそこはもうお母さんにいつも切ってもらってるのでお母さんにお願いしますお前まにしないでください <laughs> ちょっと今から転生してクラスメイトになるのでチョコください <laughs> チョコはい <laughs> 転生して明日じゃあ学校行ったら教室の中にいるかもしれません <laughs> あれ <laughs> なんかなんかあれ <laughs> 新しいクラスメイトが虫 <laughs> 歯に気をつけてねはいチョコ食べすすぎて 虫歯にになならないように気をつけますチョコ食べ過ぎたら鼻血出るからなそうですね鼻血も出るって聞いたことあるのでちょっと気をつけなきゃ私鼻血は本当に数えるほどぐらいしか出たことないんですけど鼻血出ませんように切り過ぎておんまヨになりますようにちょっと 悪い,悪いよ悪いよダメだよそうやって <laughs> ダメだよ <laughs> ダメだよダメですダメだよ <laughs> ダメだよそういうこと言ったらダメですからね 聞いたことあるけど見たことないチョコ鼻字確かになんか聞いたことはあるけど見たことないです私も本当にあるんですかねみやびちゃんに本命チョコもらいたい人生だった <laughs> まあこれが本命チョコということで本命チョコです明日みーちゃんのクラスに転校しますあじゃあ一緒なクラスですね勉強教えてください <laughs> お願いします 俺が切ってあげようかま眉でいいあちょっと眉は隠してほしいですねお眉になったらどうなるんだ <laughs> ちょっとやめておこう <laughs> やめておこう本命チョコありがとうございますそうですこれが本命チョコですもばめでチョコありがとうございますそうなんです 今日朝に朝もばめでバレンタインメールを送りました <laughs> やっぱバレンタインの日は朝一に送りたいじゃないですか夕方でもいいかもしれないけどやっぱ朝一に送ったらねあっハッピーバレンタインって感じがするので <laughs> おでこかわいいかもしれない私的にはちょっと <laughs> 隠しておきて。代わりにハートたくさん送ったよ。あ、ありがとうございます。ハートがいっぱい。ハートハート。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 <laughs> ハ,ートハートがいっぱいすぎて。 今日の配信のニ個とあのモバメのチョコ4つも僕たちにくれたのですねそうですよモバメのチョコはなんと4つです箱に入ったやつ4つケーキ型の可愛いチョコレートなんです美味しくいただきましたなんかレモン味のやつを昨日は食べましたあともう一個はなんかベリーガナッシュっていう味だったのでもう一個食べたいと思います みやびーむわいかわいくて美味しそうなチョコだね <laughs> チョコケーキそうケーキみたいなチョコめちゃくちゃ可愛いですホワイトデーに何か返さないとえお返しくれるんですかありがとうございますチョコケーキの絵描いてよねそうですねチョコケーキの絵描きました 結構ケーキを作ってるところの絵みたいなじゃん書きましたこの前書いたやつですねこれはハッピーバレンタイン今日に見せる感じです今日は確実に倒れました <laughs> 本当ですかミヤビームで倒れちゃった今日はこんな感じでピース2倍ミヤビームしたので今日はバレンタイン特別なので く耐えれなかった。また。あー <laughs> あ、ああ、倒れないで。<laughs> その絵大好き。え本当ですかありがとうございます。私もすごいうまく描けたなって感じがします。こんな感じでちょっと後ろに焦げたケーキがあるのが特徴です。今日のビンは愛の甘さもしまし ラブリーラブリー <laughs> ラブラブアイ <laughs> バレンタインカードのみえびちゃんが可愛すぎてありがとうございますバレンタインカード楽しみにしててくださいねその子はマシュマロのお化け <laughs> 違います違いますビームちゃんっていう私の キャラクター私のオリジナルキャラクターなんですけど普段はこんな感じで何もかぶったりはしてないんですけどバレンタイン限定でこうなりました。じゃーん。 こうやってコックさんの帽子つけてここに泡立て器とかヘラとか持ってバレンタイン仕様ですビームちゃんは皆さんへ向けてチョコ作ってますじゃーん個人的にもこの絵すごい好きですうまいねありがとうございます <laughs> キャー嬉しいパティシエになってるそうなんですパティシエになりましたまさか生誕 T シャツとかにもビームちゃん登場するかもしれません生誕生誕の時のグッズとか楽しみにしていてくださいまだまだ先なんですけどどんなの描こうかなすごくいいかわいらしいありがとうございますお絵描き大好き ハートありがとうございますハート。ビームちゃんのぬいぐるみ欲しい。ああ、ビームちゃんのぬいぐるみいつかできたらいいのにな。っていう感じです。劇場で見たみやびちゃんはすごくかわいかった。ありがとうございます。うれぴーうれぴー <laughs> うれぴーです。 また17日もあるのでその時も DMM とか劇場とかで見てくださいね私色のペンライト振ってくださいね <laughs> お願いしますグッズか希望グッズか希望じゃあ生誕 T シャツとかグッズ化するかもしれませんビームちゃんがここで見てるみやびちゃんもかわいいです ありがとうございます <laughs> 嬉しいですこれは内緒なんですがクッキングビームちゃんスクショして録画面にしてますえ本当ですかありがとうございます嬉しい <laughs> クッキングビームちゃんえめっちゃ嬉しいですありがとうございます なんか誰かに見られたら「何それ」って何そう <laughs>「何それ」みたいな今来た人にもチョコください今来た人にもチョコじゃあまずこのピンクのチョコをあげましょうはいどうぞはいもっと欲しいならオレンジのチョコもあげましょう はい、どうぞう <laughs> 皆さんに届きました美味しく食べれました <laughs> 何味でした <laughs> よし2回目あ二2回目2回目の人もいたああ二 <laughs> 2回目の方もいましたまあでもねどんだけ食べてもチョコは美味しいので。 17日はゆうねさんの制服の目デビューだよねそれも絶対見たいよなら DMM で DMM で見ましょう DMM でも十分楽しめますよもうチョコをあげる仕草さがそれだけでかわいいありがとうございますどうぞじゃん皆さんお気づきでしょうか 今なんと携帯のアラームが鳴っています止めてきていいですかすいませんちょっと止めてきます急いでちょっと10秒だけお待ちくださいお待たせしました <laughs> あどうもお待たせしましたちょっと止めてきましたお母さんの携帯のアラームでした <laughs> うちは結構アラームを設定するタイプなので、もうなんか、もうめちゃくちゃアラームなるんですよね。チョコチョコチョコ食べたいな。どうぞ、チョコいっぱいあげちゃうンン。服かわいかった。じゃーん。おリボンです。おリボンです。今日は。 ここにおリボンが付いてますお気に入りじゃあ今からバレンタイン限定スクショタイムをしようと思いますじゃあまずこのチョコを使ってじゃあまずピンクのやつから チーズ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 じゃあ次はオレンジチーズチーズチーズ,チーズ じゃあ次二つチーズチーズチーズはいじゃあ次はハートいっぱいしていきますまず大きいハートチーズ頭の上のハートチーズ 次顔ハートチーズ次ハートチーズツーのハートチーズこれ、指ハートチーズ。 チーズ最後これチーズありがとうございますスクショタイム終了です <laughs> バレンタイン特別スクショタイムでしたハートとかチョコとかを使ったスクポーズです クリスマスマカードみゆびちゃん申し込みました当たるかしらバレンタインカードですか当たりますように <laughs> 当たりますように,に当たりますように当たりましょうにまし当ます。当選りま <laughs> まさか八に類のハート？確かに八種類のハートだ。本当だ。いっぱいハートできちゃった はいもう7時なんですけどちょっと過ぎてもまあ大丈夫なので <laughs>、えー、皆さん今日は配信を見に来てくださりありがとうございましたちょっと短めの時間だったんですけど今日はたくさんの人が見に来てくださって嬉しかったです、えー、最後にランキング読みをして終わりたいと思います13位、えー、白馬さんありがとうございます 12位えー、えー、斜め分けさんありがとうございますセンター分けさん、えー、11位えけもみみさんありがとうございます10位くろみさんありがとうございますくろみ 九位、雪だるま作ってるさん、ありがとうございます。八位。ええー、と、メリーゴーランドに乗ってるパンダさん、ありがとうございます。ええ、七位。黒ジャケットさん、ありがとうございます。六位、恐竜さん、ありがとうございます。 5位恐竜さんありがとうございます4位青髪勇者さんありがとうございます3位クマさんありがとうございます2位ピコミーさんありがとうございますそして1位は長谷川奈あちゃんの旗持ッテルさんありがとうございます皆さん今日は配信を見に来てくださりありがとうございました また配信するのでその時はぜひ見に来てくださると嬉しいですじゃあチョコと一緒にバイバイしますバイバイまたねおやすみなさいバイ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 またねおやすみなさいありがとうございました